はい、こんにちは。え、田中みやびです。私ですね、フリーランスで構成作家、ライター、リサーチャー、翻訳などをやらせていただいてるんですけれども、このチャンネルでは私が普段生活していて思ったことであるとか、普段目にしたニュースであることとか、そこから思ったことをいろいろと共有していくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども、えっとですね、今日のトピックは今、体書いてるじゃないですか。 実,えー、実はですね僕水曜日ぐらいからちょっと体調を崩しましてなんか熱があるのかなと思ったんですよね最初なんか関節がめちゃ痛くなってきて肩とで足と膝とでなんかだるいなーって思ってでちょうど 今週の初めぐらいから一気に気温が下がったじゃないですか。火曜日とか確か19度ぐらいが最高気温だったと思うんですね。まあ月曜か火曜か、そのぐらいから寒くなったと思うんですけど、多分火曜かな。まあその先日前日までが、まあ半袖でいけるぐらいの、えー、気候だったんで,で、急に寒くなってで、僕その長袖で寝るべきか、 半袖で寝るべきか。迷ったんですよ。その、寒くなる日の前日か寒くなる日。ちょっとどちらか覚えてないんですけど、寒くなった日か寒くなる日の前の前日。で、僕、半袖を寝るときに選んだんですね。半袖、半ズボンで寝たんですよ。そしたら、もうその翌日、午前中から、もう一回僕、あの、中途覚醒するんですけれども、睡眠してるときに必ず。 その時にもうあ寒っって思ってでタオルとタオルケットとか毛布とかブランケットとか毛布とかかけ直してそれでもう一回寝させていただいたんですけれどもまあそれはそれで置いといてで起きた時にもうすでに寒くってどうしようかなと思ってそ,その時にあちょっと体がだるいかもって思ったんですよ。 で、この流れでいくと絶対風邪じゃないですか。で、実際その、なんか、喉がすごい痛くなってきたし、関節も痛くなってきたし、で、これなんだろうと思って、体温を測ったんですよ。そしたら、まあ30、僕、えー、家の体温計ちょっと高めに出るんで、まぁ、あ、36と3分とか4分ぐらいが僕平熱なんですね。その家の体温計によると。 まあ、三十ただ、熱は十七6度7分とか、8分とか、そのあたりをずっとずっとうろうろしてるんですよ。か完全に体は熱っぽいのに、熱が出ないと。で、これおかしいなと思って、で、大概僕その、熱って1日か2日ぐらいで僕、寝れば治っちゃうんですけど、1日か1日半ぐらいですかね。で、だからその日は、 ちょうどたまたまレギュラー案件の発注がその週はなかったんで、あ、じゃ今日はちょっとゆっくり過ごそうと思って、まあ、ずっと寝てたんですけれども、それにしても、まあ熱下がんねえなと、熱じゃない、体の下がんない、治らないなと思って、で、木曜日、えー、ちょうど昨日ですか、もう一回体温測り直したらちょっと上がってて、 何でこんな上がり方するんだろうと思って 37, 37度とかになっててちょっとあの何、ー、だろうこれ本当に風邪か途中から思い始めて風邪にしてはなんか熱が上がらないしただ喉は痛いしその日から喉も痛くなってきたんですよ昨日ぐらいですからですかね。ただ なんだろうと思ってたんですよね、ずっと。で、一日中ずっと続いてるんですよ。いや、もういいだろうと思って。そんな体弱くなったんかと思って。最後に風邪ひいたのが、4月とかだったんで、4月とかに風邪ひいた時はもう一日ですぐパッて乗っちゃったんですけど、でこんな長引くんだろうとずっと思ってたら、あの、どうやら、秋の花粉もしくは、 寒暖差アレルギーじゃないかなっていう疑惑が出てきて、今体かいたじゃないですか。体のかゆみって花粉症って必ず出るんですよ。なった方わかると思うんですけど。で、あの、あれも出るんですよ。その、なったばかりの時って関節痛とかも出るんですよ、花粉症って。あの、免疫が反応してるんで。で、その、体の免疫、がそのウイルスをどうやって対処しようか、え、やってるんで、 風に近い症状が本当出るんですよね。でも熱はないっていう、不思議な状況なんですよ。で、僕、あの、鼻炎持ちで、春の花粉症はもちろん、秋も花粉症になるんですね、必ず。で、むしろ秋のブタクサの方が、ブタクサかどうかわからないですけど、僕の花粉症が。えー、そっちの方が僕ひどいんですよ、春より。春は、 なんか、こう、長引く感じ。嫌な感じが、ちょっと、ちょっとだ、ちょっと嫌な感じ。あの、めちゃくちゃ嫌って感じじゃなくて、ちょっと嫌な感じが長引く感じなんですけど、秋の花粉症は、もう、めちゃくちゃ辛いのが、結構短期間にギュッと凝縮されてる感じで、その、本当に風邪みたいな状況になっちゃうんですけど、秋の花粉症の時僕。それでも、それかなって思ったんですよ。で、あとやっぱりその、 もしかしたら寒暖差アレルギーも疑ってて、まあ、で、まあ、寒暖差アレルギーって僕調べたんですけど、気温差が、前日の気温差が7度以上ある時になるらしいんですね。で、まあ、徐々に体って慣れていくと思うんで、徐々に改善していくと思うんですけど、寒暖差アレルギーの場合。僕最初それを疑ったんですよ。あの、水曜、火曜日から水曜日にかけての寒さの時に、あの、急、 違う月曜日から火曜日にかけての気温がぎゅっと下がるときになったのかなと思って。だけど、まあ、寒暖差レルギーだとかゆみはそんなに出ないんで、僕の場合、あのー、くしゃみとかもすごいし、かみも今、かなり来てるんで、やっぱこれは花粉症かなと思いましたね。あのー、僕て、あの、普段僕、秋の花粉症って毎年、8月の終わりから9月ぐらいになるんですけど、 なんで今年来なかったんですよ、それが。あ、じゃあ今年はもうないのかと。治ったのかと思ったんですね。ちょうどあのバナナとか食べたり、ヨーグルト食べたりとかっていう生活を意識してたんで、毎日納豆を食べたりとかできるだけ。あ、じゃあその生活が良くって、食習慣が良くって改善したのかなと思ったんですよ。そしたら、やっぱこうなったわけじゃないですか。 違ったんですね、多分、そしたら。あの、今年はずれたと。そういうことかなと思いました。今年はその、例年より暑い時期が長かったから、あの、花粉が飛ぶ時期が、秋の花粉が飛ぶ時期が、ずれ、後ろにずれたんだと。そのように、自分を認識することにしたんですけど、まだ実は風邪なのかどうか疑ってはいます。ただ、 こんなに引っ張ることはそんなないと思うんで、やっぱりその、花粉症なのかなと思うんですよ。だって昨日花粉症って思った瞬間に、あ花粉症かアレルギー、寒暖差レルギーって思った瞬間に体がふっと楽になったんで、多分それ思い込みもあると思うんですけど、それで多分、あの、 体が風邪じゃないって認識してくれたのかなと思ったんですけどね。まあ、風邪じゃないといいんですけど、あの、まあ、花粉症は花粉症で僕めちゃくちゃ嫌なんで、なんとかならねえかなと思うんですけどね。まあもう、付き合っていくしかないから、ここまで来たら。ね、あの、秋、春と秋の花粉症、両方なる人って、もう、 4ヶ月ぐらい年間4ヶ月ぐらい鼻炎が続くんですよね鼻炎というかもうつらい状況が続くんですよねなのでもうならない人と比べたらもう人生をもうかなり損してるような気がしますあのもう常日頃花粉を気にしながら生活しなきゃいけないんでその時期は秋と春なんで僕もその でまあ、30代中盤ぐらいからカウンセになったんですけど、秋の。もう、そんず、もう、もう毎年来るのが億劫なんですよね。涼しくなるのはいいんですけど、春は暖かくなるのはいいんですけど、もう、これはもうどうしようもないんで、なるべく、はい、えー、気をつけて生活していきたいなと、えー、思います。これからだんだん寒くなるんでね、えー、もちろんその、今回風じゃなかったら、 改めて風にかかる可能性もありますしインフルエンザとかもちろん新型コロナとかも流行ってくると思うんで気をつけて生活していきたいなと思っておりますえー、久々に Vlog らしい Vlog を撮影しましたご視聴いただきましてありがとうございましたこの動画が良いと思った方は高評価ならびにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします それでは。